ユシャンクツ役は、スロバキアジリナ出身の同国 A 代表サッカー選手。エクストラクラサルヒアグダニスク所属。ポジションはゴールキーパー。スロバキア一部リーグに属する MK ジリナ及び A ストレンチーンの育成部門出身。16歳でプロ契約を結び A s トレンチーンのトップチームに昇格。公式戦にも出場するものの、基本控え GK の立場であったため。 出場機会を求めて MK ジリナに移籍する。MK ジリナ20歳の頃に6ヶ月間、イングランドプレミアリーグに属するウエストハムユナイテッド FC にレンタル移籍するが、特にレンタルから復帰後は MK ジリナの政治系として定着。スロバキア一部リーグや、スロバキアスーパーカップでの優勝を果たす。FC バスルイ2008年6月26日に、 ルーマニアリーが一に属する FC、バスルイに移籍する。違約金は80万ユーロ。3年契約を結んだ初シーズンからチームで唯一の公式戦フル出場を果たした。これは FC バスルイの歴史上初の快挙であった。チームは5位、3位、3位と念願のリーグ優勝は果たせなかったが、同クラブの歴史に残る最多無失点試合数を記録し、 リーグ戦で取られたペナルティーキック5本のうち4本を止める、当チームの守護神として活躍した。レギアワルシャワ FC バスルイートの契約は2011年夏で満了し、2011年8月1日にポーランドエクストラクラサの名門レギアワルシャワに移籍した。同クラブで活躍したアルトゥール・ボルツ、ウカシュ・ファビアンスキ、ヤーン・ムハの後継者としての獲得であった。 初シーズンから不動の政治意見として定着し、リーグ優勝3回やポーランドカップ優勝4回の立役者になる。当初2013年夏まで結ばれていた契約は2016年7月まで延長された。ハルシティ AFC2016 年2月に当時、チャンピオンシップに属していたハルシティ a f c へ移籍。 同シーズン終了後には、イングランドプレミアリーグへの昇格を果たした。エフルカップのエクセターシティ FC 戦で、同クラブでの公式戦デビューを果たした2006年12月10日に、開催された UAE 代表との試合で、スロバキア A 代表デビューを果たす。その後、約二年間は、代表に招集されなかったが、 FC バス類での活躍が認められ再び代表に復帰。2010FIFA ワールドカップ本大会での背番号は23番。2013年6月7日に行われた 2014FIFA ワールドカップ予選のリヒテンシュタインウェイ代表との試合後に代表からの引退を発表した。ありがとうございます。